タップルでいいねが来たわ。うん、ちなみに、あれだったわ。そういえば、あの、前回さ、トンカツ DJ、あの、あげ太郎さん。うん。来たと思ったんですけども、うん。あの、やっぱり、あの、メールが来ましたね。やっぱりあの、視聴したことある人だったそうで。うん。だけど、トンカツ DJ なし、あの、トンカツ DJ あげ太郎に限っては、あの、決して、中傷の、誹謗中傷の意味じゃありませんって。昔からこの、あの、名前でしたって。私は、なし民ではありませんって。その、意見が、あの、強い意見が来ました。はい。そこだけは譲れないって。私は、なし民ではありません！とんかつ DJ あげ太郎は、なんか、私の好きな漫画です、みたいな。うん。だったらしい。ここになんかあれだね、アルビノのカラスいんな。そうなのよ。ペアーズだかタップルだの。うん。またね、この、今日もね、毎朝こうやって見るんですよ、タップルで。そうすると、ね、あなたとマッチング、する可能性がある人っていう一覧が出てくるんですけども、こうやって見るとね、42歳、ハワイで結婚式あげたいです。37歳、髪を切りました。今は肩くらいで短いです。52歳、ディズニーランドに行きたい。本当かよって感じ。ちょっとあの、魔境なんですよね。ちょっと。うん。だから、まあね、決してね、僕でもあの、結構熟女好きなんで、はい。あの、干支一周しても別に全然あの、大事なタイプなんで。まあそういった意味で僕もね、今日こう、レブラントを使って蘇るものとしてね、ふさわしくなるべく、ちょっと研磨していきたいなって思います。Tinder はだって前も言ったけどさ、Tinder はだってあれやりぼくサイトって聞くぞ俺は。俺は決してそういう目的じゃないからな。全く思って。Tinder、あとなんだっけな、他にもあった。ペアーズとかタップルかどっちかもなんか、そういうイメージあるんだよな。なんか Twitter でたまに見ない？タップルでさ、なんか釣れちゃったみたいな、くさーみたいな。ゴミみたいな男。ねえ、今日は、今月タップルと3人食えちゃったみたいな。